ウシトラの根人、コンピラ、大権現です。熊野の神様とは、熊野の神様とはスサノオ。そして熊野の神様とはウシトラの根人。ウシトラは、方位は北東です。根人はタタリ神ということです。北東にはこのタタリ神がいるから、鬼門の方位というのです。ウシトラ、北東の方位の意味は、改革変化。そしてウシトラの時刻は1時から5時。1時から5時は真夜中から明け方に移行する時間。深夜から夜明けになる時間。ウシトラの根人の働きとは建て替え建て直し。ウシトラの根人が現れると日本が、世界が大きく変わります。ではウシトラの根人はいつ現れるのか。とどめに現れます。幕末から明治にかけての民衆宗教の高揚の先駆けとなしたのが如来教。如来教とは宇宙の創造主如来がコンピラ大権現を使わし、キノに神がかり指導しました。コンピラ大権現は道開きの神、コンピラ大権現から始まったのでした。そして金光天理黒ずみと続きます。最後が大元。とどめが大元です。明治25年に出口直にウシトラの根人が神がかり、日本世界の建て替え建て直しが始まりました。とどめはこれから来るのではなく、すでに訪れています。今は建て替え建て直しの真中にいるのです。そしてそれは一層本格化していきます。私たちはその渦中にいて何もできないのでしょうか。できることがあります。熊野に行って建て替え建て直しがより穏和で平和的でより素晴らしくなるように祈りましょう。ウシトラの根人に建て替え建て替えを建て直しを祈願いたしましょう。熊野に行って絶対開運。